なんか1ヶ月か2ヶ月に1回ぐらい、なんか、ノブ料理長の、なんか、飯がさ、異常に食いたくなるんだよね。めちゃめちゃ美味しくて。そう。だから、月末ぐらいにさ、オレンジ来て作ってもらおうかなと思って。そう。で、本業がなかったら出てもらう予定だった雨宮とか、あ、配信者ちょこちょこっと呼んで、ただ飯を食うだけの俺飯をやろうかなと思って。あれ好きなんだよね。家に来てさ、飯作ってもらって、ただ俺食うだけっていうのが好きで。で、なんか、ノブ料理長がなんか、オフとかでも全然作りますよって言うから、いや、さすがに配信者の人にさ、オフで飯作ってもらったとかさ、誰も得しないからさ、俺しか得しないからさ、まあ、さすがにカメラ回すでしょっていう話で、じゃあ配信にしようっていうので、なんか、俺飯企画ちょっとやろうかなっていうので、なんか、何食べたいですかって言われたんだよね。で、俺が言ったのが、チャーハンと麻婆豆腐とエビマヨって言ったんだよ。で、エビマヨがめちゃくちゃ好きなんだよ。で、エビマヨ、めっちゃうまいんだけど、餃子の王将とかないんだよ。エビの、なんか天ぷらみたいなやつはあるんだよね。プリップリの、エビのフライとか、エビの天ぷらはあるんだけど、塩で食べるやつはあるんだけど、エビマヨはないんだよね。なんでかわからないけど、エビマヨはないんですよ。で、エビマヨは、本格的な、ちゃんとした中華料理屋に行くとあるけど、ああいう餃子の王将とかにはないんだよね。エビチリはあるんだよね。エビチリは、なんか、その辺でもあるんだけど、エビマヨはね、意外とないんですよね。で、美味しいエビマヨってなるともっとないんですよ。で、どんなに安い中華料理屋でも、エビマヨだけは1000円以上すんだよね。そう。チャーハンとかが680円とか、ラーメン500円とか、唐揚げ600円とかで出してくれてるのに、エビマヨだけは1200円とか、エビマヨだけは1000円とかすんだよね。意外とするんだよ。なんでエビチリは1000円切ってんのに、エビマヨは1000円以上すんの？だってさ、まあ、ソースかけるだけじゃないですか。まあ、和えたものをかけるだけでしょ？そのマヨネーズと。そう、マヨネーズと多分お酢となんか、なんかが入ってると思うんだけど、そう、なんでエビマヨってあんなにするんだろうなっていうので、ちょっとわかんないんだよね。エビマヨは中華として認められてないからって。あ、そうなの？エビマヨって中華じゃないの？あれ。マヨネーズだから。いや、でもそれとさ、これとは違くない？なんで高くなるの？だからエビチリより絶対高いじゃん、エビマヨの方が。絶対高いじゃん。エビチリより絶対エビマヨの方が高いんですよ。数百円。日本生まれの中華料理。あ、そうなんだ。もしかしてさ、日本生まれの食べ物なわけじゃん、エビマヨって。だから日本人がよく食べるわけじゃん。だから足元見て、日本人がエビマヨ好きなの分かってるから、ちょっと高いんじゃないの？少し払ってでも食べるだろうと思ってるから、足元見てて200円ぐらい高くしてるんじゃないの？だってマヨネーズなんでそんな高いものじゃないじゃん。揚げる手間がかかるから。いや、俺それをノブに聞いたんだよ。なんでエビマヨは高いのかと。で、手間がかかってるから高いのって聞いたら、いや別にマヨネーズあえてかけるだけだから、そんなに手間は変わんないんですけどねって言ってたんだよ。特別めちゃくちゃ手間かかるものだったら高いんだけど、でもエビマヨに関しては、別にそこまでめちゃくちゃ手間がかかるものではないですよって言ってたから、プロがそうやって言ってるわけだから、別にそこまでめっちゃ手間のかかる料理でもないんだよ。だけど、高いじゃん。これね、ちょっと誰か調べといてくんない？なんでエビマヨはやたら高いのか。エビチリ派のやつ、あ、出た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 。あー、バカからね。なんでもかんでも中華で辛くするやつね。マジ。本物のエビマヨを食ってみろって。別に、本物っていうのはそのめっちゃ高いって意味じゃなくて、その本格中華とか、そのチェーン店の中華料理じゃなくて街の中華料理屋とかでいいから、そういうところのエビマヨ食ってみて。めちゃくちゃうまいから。マヨ否定してたのは何でもかんでもマヨを否定し、あの、ま、何でもかんでもマヨをかけてる人を否定しているのであって、かけなきゃいけないものにマヨがかかってるものは否定はしてない。お好み焼きとかたこ焼きは否定してないでしょ？そう。何でもかんでもマヨのやつを否定してんの。エビマヨに関してはもうエビマヨなんだから。そういう料理なんだから認められているだろ。かける必要のないところにマヨ行ってるから俺はノーだよねって話してんだよ。話ちゃんと聞いて、バカマヨは。わかった。くどくないから。くどくないから。てか、そもそも、エビマヨに関しては、あれ一皿を一人で食べるもんじゃないんだよ。中華料理ってターンテーブルあるでしょ？ターンテーブルあるじゃん。こうやってバーっていろんな皿が乗っててくるくる回しながらみんなで付き合って食べるのが中華料理なわけだから、あの一皿に乗ってるエビの2、3個を食べるわけですよ。全部食えとは言ってない。それでね、食べててくどいわ、もう年。ああ。2、3個食べただけでくどいわーとか言うやつはもう年なんよ。ずーっとそうめん食っとけ。イボの糸。イボ野郎。なあ、もう年なんよ。
2、3個ぐらいでくどいとか言っちゃってんだ。何にも食えないよ、そんなの。たこ焼きも2個でいいだろ。なあ。よくそんなんで人のちょい残しとか文句つけてるよね。全部ちょっとでいいじゃん。たこ焼きも2つ。エビマヨも2つ、みたいな。なんでも2、3個でしょ。唐揚げも2個、みたいな。ほんで、半分以上残してどうぞどうぞ、みたいなやつでしょ。なあ。は？はとかお前はちょこ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 食いやがって。なんで、マジで、食ってほしい。エビチリの方が濃くないっていう。いや、俺はそう思うね。エビチリよりエビマヨ派だね。俺ももともとエビチリは好きで食ってたのよ。で、エビチリも、決して、まずいとか言ってるわけじゃなくて、別に下げるつもりはない。エビチリも、美味しいよ。エビチリも美味しいんだけど、エビマヨ食ったら、飛ぶど。美味しいエビマヨ食ったら飛ぶど。マジで合う。マジで合う。マジ、エビマヨ派かエビチリ派は、おそらく、ネームバリューでエビチリいっちゃうと思うんだよ。そう。多分、エビチリを食ったことある人の方が多いから、アンケ取ったら多分チリの方行かれると思うけど、エビマヨのが俺うまいと思うんだけどね。そこに関してはね。うん。エビマヨ食っときゃ大体安定だからね。中華行ったらチャーハン、唐揚げ、エビマヨ、麻婆豆腐でも決まりだから。もうほんと、ほんとそれでいい。まあ言ったらチンジャオロースとかなんやかんやとか入れたらもう大変なことになっちゃうけど。まあこの辺食っとけば、まあ別に大丈夫。あとなんでかっていうと、中華って辛いの多いじゃん。味濃いの多いでしょ、いっぱい。まあそこになんかちょっとこう甘いタイプのエビマヨが入ることで、やっぱ締まるよね。そこもチリ行くと、なんかちょっと、偏るよね。そう。俺はエビマヨ好きっていう人と仲良くなりそう。ここでエビチリって言って、なんか逆説じゃないけど、そっち側行くやつちょっと嫌だわ。もう絶対一緒にご飯食えない。何でもかんでもなんか、イチャモンつけて、反対側行くでしょ。うん。ああ、いや、それはちょっと。いや、あれはそれはちょっと、それはちょっとみたいな。まるで俺みたいだな。それはなんでかっていうと、まあ、先日大阪行ったでしょ。炊き出しで行ったじゃない。で、炊き出しの前に、ノブとタカスイと合流したんですよ。朝、10時ぐらいに合流して。で、まあ、昼飯食いに行こうっつって。昼飯食いに行くんだけど。まあ、その前に、ちょっとパチンコ行ったんですよ。なんかね、大阪ってね、いっつも勝つの、俺。パチ屋さんと相性がいいのかわかんないけど、まあ、その前日もさ、結構早めに寝たから、疲れも溜まってて。まあ、朝早く起きれたんで、パチ屋に集合しようや、とか言って。なんか、難波の方の、なんか立派なお店に待ち合わせしまして。で、宝くじも買ってたしね。で、左から、話、はかけ、はげの、三人がですね、エヴァンゲリオンのパチンコをですね、横並びで打ったんですよ。もう一度言いますよ。話、はかけ、はげ。そう。だから、高杉、石川のりゆき、のぶ料理長の、まあ、横並びで、パチンコを打ち始めたんですよ。そう。で、なんか、トゥール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 とかで打ち始めるんだけど。まあ、俺はね、やっぱりね、直感が当たって、まあ、すぐ当たりまして。すぐ当たって、で、しかも連チャンして、10連チャンぐらいして、1万2000発まあ、10日だと4万8000とかですよ。すごくないですか ?1 万2000発、万発超えで、そう、4万8000分ぐらい出まして。ほんで、飲む料理長も、一時期6000発ぐらい出て、で、その後ちょっと飲まして、4000発ぐらいは出てました。1万円ぐらい、1万円ちょっとぐらいで出てまして。おーって話なんで。まあ、飲む料理長もなんか久々になんか、遊んだみたいで。なんかもう20年とか前ぐらいにちょこっとやったぐらいでずっとやってないから。もう最近のパチンコ全然わかんないから。うるさいんだよねあのハゲね。そう。へそに玉が入っていくだけで、うわーうわーとか言いながら打ってるんですよ。本当に。お付き合いで3人横並びしたから。全然わかんないから。うわーえほほほほほほほみたいな。外配信のわざとらしいリアクションをそのままに、パチンコ打ちながらやるわけだよ。お、回りますね。に当たり前やろ、なんて。回らんかったら誰が打つんやってましたね。お、ありました。お、みたいな感じで。もう、どんなリーチでもなんか、てんてるてんてる、ずんちゃんちゃん、ずんちゃんちゃんってなれば、お、いや、配信会。そう。ずーっとタコ坊主が横でさ、こうやって興奮しながら打ってて。まあでも、まあいいじゃないですか。ねえ、そういう初心者の人もさ、横にいたら楽しいしさ。そう。ああ、俺も最初はこうだったなーとか思いながらも、こう、見てて、そしたらもうちゃんと当たってたから、よかったなーと思ってさ。で、パッて左見たら、その大阪でほぼほぼ毎日、パチンコパチスロ配信やってて、今やもうパチ配信者と言っても、スロ配信者と言っても過言ではない高杉がいたんだけど。まあ当たらんのよね、彼はね。一番最初さ、ね、彼も目悪いからさ、結構ドキツイメガネしてるじゃん。で、目ちっちゃいんですよ。だけど、そんなちっちゃい目をカーッと開けながら、今日は当てますよみたいな。一番テンション高かったよ。
まあ、自分の今やもう引っ越して9ヶ月、地元大阪になってますからね。そう。で、その大阪で、まあ、俺と野森よりちょっと3人で売ってるわけですよ。テンションも上がるじゃないですか。そう。で、楽しそうにしながら、もう、のりちゃーんとか言いながら、ニコーって笑うんだけども、ここがさ、もうさ、岩手県の海岸みたいな感じになってるんですよね。リアス式海岸みたいなもん。もう、ガッタガタでさ、うん、そんな顔をウィーってしながら、なんかもう、楽しそうに売ってるわけよ。で、最初の1000円、2000円の時はさ、もう当たるよ、みたいな。誰か当たるよ、とか言って。そう。まあ、リーダーがリードしてくれるわけですよ。もう頑張るぞみたいな、もう今日当たるよみたいな、うわーとか言いながら打ってたんだけども、だんだん1000円、2000円、3000円、4000円、5000円、6000円、7000円、8000円、9000円ってちょうど5桁の1万円入った頃にはもうなんかスカスカの状態でも、うん、ベランダに2ヶ月干した牡蠣みたいなのですね。もうカッサカサ。うん、あのテンションどこ行ったんかなっていうぐらいもう目もちっこくなっちゃって、もうカッサカサの状態でね、もうどうしようもないから、これどうしようかなと思って、だから俺とのぼりおりちゃん当たったから、じゃあちょっと渡すかって言って、でなんかいっぱい渡してもやっぱ甘えじゃないですか、リーダーだからね。そうだから1000円ずつ出して、合わせて2000円ですよ。で2000円を高杉の目の前に出して、この2000円でって言った瞬間、マジっすかとか言って、いいんですか？いいんですか？みたいな。絶対じゃあこの2000円で当てますからとか言って、なんかすごい急にテンション上げ始めて2000円でね。お前、もういいんですか？いいんですか？みたいな感じになって。ほんでまあ、打って。ほんで結局でもそれでも当たんなくて、なんかね、300回転ぐらい多分高杉回してたと思うんだけど、そう。で、ダメで。んで、まあ結局、まあそれでやめたんですよ。で、まあ、のぶりおりちゃんは負けなかったんですけど、高瀬負けたんで、負け補填してあげて、で、それプラス、まあ、パチア配信者だからって言って、で、頑張ってねっていう意味で、ちょっとお小遣い渡して、そうそうそう。で、これあげるよって言って、あげたんですよ。俺満発出したから、そう、満発出したから、ね、これあげるよって言って、渡して、そしたらなんか、マジっすかーとかってまた言うんですよ。ね？で、どうすんのって言ったら、よー、明日打ちますよとか言って、いや、明日打つんかいと思って、早ーと思って、大切にするんかなと思ったら、これもう明日もう増やすんでとか言い始めて。いや、さすがギャンカスだなと思いながら。で、まあでも別にあげたやつだから別にええやんか。で、今日、昼間ぐらいにさ、パッとツイキャス見たので、誰やってんのかなと思って見たら、高杉配信やってるから、お、どうなっただろうなと思って、増えたんかなと思って、パッてテロップ見たら、マイナス3万5千って書いてて、全部行かれてたんだよね。うわと思って。そう、しっかりなくしてるわと思って。あんなに勝つとか言ってたのに、まあ、運なかったのかわかんないけど、全部行ってて、どうしてんのかな生活っていう感じだけどね。だけどさ、ああいうギャンカスが気になるのがさ、うーんっていう、こう、夜を越してさ、朝になるとなんでまたお金が増えてるのか、あれはどういう仕組みなんだろうね。ギャンカスレンチのね。普通の人はさ、使ったお金は二度と戻ってこないはずなんだけど、なんでああいうギャンカスレンチって朝になるとまたなんか微妙にお金が財布に入ってるのかよくわからないんだよね。ほんでまた翌日もちょろっとパチンコやスロット打つお金があるんだよね。あれなんなんだろうね。不思議だよね。なんかいくら負けてもまた、あるんだよね、明日ね。で、まあ、その後に、バチ終わって、王将行ったのかな。で、王将行って飯食ったんだよね。で、その時に、エビマヨがどうのこうのとか言って、ノブ料理長に聞いて、ほんで、なんか3人で、飯食ってたんですけどね。で、その後かな、ノブ料理長がバッグ開けたらね。そう、ね、そこでエビマヨの話が出てきたんだよね。なんか、エビチリだの、エビマヨだの、なんか、ああだの、こうだの、みたいな話をなんかいろいろしてて。そう、エビマヨってなんで高いのみたいなふうに、ノブ料理長に聞いて。いや、なんかそんな、なんか手間かかるもんじゃないんですけどね、みたいな感じで喋っててさ。そしたらやっぱりさ、チェーン店の飯よりノブ料理長の方がやっぱうまいじゃない。そう、で、そんで、まあなんか俺飯またやりたいな、みたいな感じで、31日よかったらどうだいみたいな話をしてたんだよね。いや、なんか面白いね、西成のね、おっちゃんおばさんね。なんか炊き出しで並んでてさ、なんかまあいろんなところ手伝ったんですよ。玉ねぎ炒めたりとか、肉ちょこっと炒めたりとか、なんかご飯ちょっと入れたりとか、まあまあせっかくだからさ、経験だし体験だからさ、まあいろんなパートさ、手伝った方がさ、なんかいいじゃないですか。なんで同じところにずっと立つんじゃなくて、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃこう、入れ替わりながらいろいろ手伝いしてたんだけど、最後になんかお茶を配ったりもしてたのね。そう、あったかいお茶を。お茶を配ったりしてたんだけど、おもろいなと思ったのが、おっちゃんがさ、箸くれ、箸って言ってくるんですよ。箸も持ってないからさ。箸も配ってたんで、
箸配るんだけど、箸くれ箸とか言ってダミ声で言ってくるわけよ。箸箸くれ箸くれって言うんだけど、めちゃくちゃ右手にさ、あの箸握ってるんですよ。何の箸がいるんやと思って、いやもうあんたもう食べて2周目回ってるからもう箸持ってんのよ。手にしっかり箸あるのに箸くれって言ってくる。まあでも別にいいんだけどね。なんかあだこうだ言うわけじゃないよ。別に渡すんだけど、いや持ってるよねと思いながら箸渡したりしてて。ほんで、ひどい時はね、右手にお茶持ってんのにね、お茶くれって言うんですよ。で、まあ別に2杯3杯何杯飲んでもらっても構わない。これ、いいですよって言って。ほんで、お茶渡したんですよ。そしたら、右手にもお茶、左手もお茶になるじゃん。で、そうすると怒るんですよね。いや、持てんやないか、ご飯持てんやないか、いや、あんたがお茶くれって言ったからやろういう話なのに、お茶ええわとか言って返してくるんですよね。どういうことっていう。ねえ、いや、寒いからお茶くれって言うから俺さ、あったかいお茶をさ、よそってさ、渡したんですよ、おっちゃんに。そしたらおっちゃん両手塞がるから、今度ご飯持てないから、なんかピリピリし始めて、この返してくるんですよね、おっちゃんね。そう。どういうことって言って。わかるやん、そんぐらいみたいな。箸くれって言って箸持ってったりとか、お茶くれって言って両方お茶持って持てんくなって返してきたりとかさ。いや、ほんと癖強いなと思って。そう。おもろいなと思いながら、ニヤニヤしながら、じゃあ返してって言って、ほんでもらってさ。んで、なんか、お弁当渡してっていう感じなんですけどね。中には、友達にお弁当渡すから、いっぱいくれって言ってて、友達みたいな。ほんで、なんか、大ちゃんが突っ込んで、ほんまに友達ですかとかって言ってて、いや、友達、いや、家族がいるんよねみたいな。あ、そうですかみたいな。なんか、もう本当に、マリアナ海溝ぐらい深い、めちゃくちゃでかい紙袋持ってきて、なんか、1個2個入れるんですよ。パッと見た感じ、20個はお弁当入るんだよね。まさかと思いながらも、いや、なんか、4とか言って、4って、友達の数をはっきり分かってるはずなのに、考えながら4って、なんか、間行ったなと思って、なんか少なすぎてもあれやし、多すぎてもあれやから、なんか間取ったんですよね、多分ね、4とか言ってね。そう。考えたよね、今、4って。絶対4って考えたよねって、思いながらも、まあ渡すやないですか、そうなのね。もちろん炊き出しやったわけだから、じゃあいいよって言って。そう。でもまあ、大ちゃんがちょっとこう、突っ込みながらほんまですかみたいな。で、その時多分、放送で、音声が、乗ってて、いや、そんなケチケチせんでいいやんとか、俺コメントも言ってたんですけど、なんかそんななんかうるさいわ、みたいな、なんか嫌やな、みたいなコメントがちょっと流れてたんですよ、その大ちゃんに対して。だけど、俺はその現場にいて、ああやってなんかちょっと聞くことも、まあ、一つのね、交流にもなるし、悪いことだと俺思わなかったんですよ。それなんでかっていうと、やっぱりその西成のアイリン地区でさ、炊き出しをこうやるってなるとさ、やっぱ皆さんさ、いろいろお仕事に困ってたり、お金に困ってたり、住むとこ困ってる人が多いんで、もらえるならさ、いっぱい欲しいわけですよ。そうなると、一人の人が、じゃあ、いない人たちの分までもらってるってなると、後ろの人もじゃあ5個くれとか、3個くれとか、友達の分くれってなって、まあ一人を特別にするわけにいかないから、みんな欲しいってなったらもう炊き出し回らないわけですよね。だから、まあ別に、その、3個くれって言って3個渡さないわけじゃないですよ。ちゃんと、炊き出しするわけですから、ちゃんともちろん、プレゼントするわけなんですけども、だけどまあ一言ちょっと声をかけることで、基本的には一人一つこう回ってくださいねっていう流れにもなるかなと思ったんで、声をかけたりすること自体は別に悪いことじゃないし、なんかきつく言うわけではないですからね。まあ俺は現場にいて悪いことではないのかなと思ったんですけど、ちょっとまあコメントで反発される方も多かったんですけど、うん。だけどまあ、よくない！シュラ君の炊き出しは。よくない！うん、俺はおこだよ。そう。俺はよくないね。なんでか知ってる？クオリティが高すぎるわ！こんなの。あんなん炊き出しじゃないやないか、あれは。店やないか。なあ。どんだけレベルが高いんじゃ。ねえ。もう店やないか。作ってても思ったし、ちょっと試食させてもらったけど、うますぎるわ！なあ。あんな、それ一番やわ。ちなみに西大のアイリン地区の方々から、1位の、評価いただいてるみたいです。白川隆法の炊き出しは、本当に美味しいって言って。だからあんだけ並ぶんですけど、やっぱりクオリティが高い。やっぱり気持ちもね、こもってますしね。手間暇もこもってますから、おじ太郎もいるし、のぶりおりちょうもいるしね。食のプロたちも見守ってますからね。手伝いもしてますから。もちろんそこの味っていうもの、そしてクオリティっていうところにはですね、自信もあるだろうしね、やっぱ素晴らしいものを出してるから。そう。中にはね、別にどことは言いませんけども、それも素晴らしいんですよ。やっぱ毎回豚汁とか、毎回カレーとか、変化ない炊き出しも、まあ、全国あるし、まあ、そういうところが、まあ、当たり前なんか多い中、
毎月ね、その出すものを変えて、で、クオリティも変えず、ずーっとこう2年とかね、やり続けることって素晴らしいなっていうふうに思うし、ほんでまあ、おすすめ規制なんだけど、収益もつけてないからね、白川良子はね。見た目いかついけど、本当に心優しいんだなって、ちょっと抜けてるところもあるんだけどね。そう。だからそこをやっぱり、大阪の愛心者の人たちとか、リスナーの皆さんとかはね、やっぱ手助けしてあげようっていうところで、そう。まあ、白川くんの行動力にプラスアルファ、その周りの人たちのね、お手伝いもあっての、炊き出しなんだなと思って、まあ、2回目の参加になったんですけど、本当に素晴らしい経験だなっていうのもあるし、クオリティめっちゃ高いなっていう。そう。だから、ちょいちょい、超えてるやついるらしいです。要するに、あまりにもその、炊き出しのクオリティが高すぎて、それやっぱ毎月並んで食べてると、やっぱおじちゃんもおばちゃんもだんだん超えてくるから、そう。その舌がね、そう、体とかじゃなくて舌の方がやっぱうまいもん食べてるからね。ねえ、まあ喜んでもらえてね、いいなと思いますけどもね。あと、文句言いながらも並ぶとかね。なんか味が薄いなとか、冷てえなとか言いながらもまた並ぶ。ぐる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 。なんかあれも毎回らしいですよ。だから、もう全部、ある食材は炊き出しで出してしまうから、いっぱい並んでくれる方が早いんですよ。そう。なんか余っちゃったらさ、またそれはそれでっていうところだからさ、使えないから。そうそう。だからもうみんなその無くなるまでぐる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 回って、まあ、食べていただけるという。うん。ただ面白いのが、やっぱり、匿名も入ってるし、いろんな配信者が詰まってるから、米が永遠に荒れ続けるじゃないですか。誰も配信したがらないってのがめっちゃおもろいんだよね。だから普段絶対にやらないくせに、ずっと鉄板とか手伝ったりとか、ずっとみんな食材詰めたりとか、なんやかんやの方のお仕事みんなやってるみたいな。そう。お前の名前がね、だからね、俺がね、たまにしか行かないのがね、まあだから今年行ってももう次は、年末とか来年とかになると思うんですけど、本当年一ぐらいでいいかなと思うのは、俺はいいんだよね。俺の名前書かれるのはね。だって別に、ある意味美味しいじゃないですか。名前書かれないより、書かれた方が絶対にいいわけだから、無視されるよりね。だけど、俺の名前しか書かれないと、他の人もゲスト出てるのに、なんか何の配信なんだって感じになっちゃうじゃん。みんなまんべんなく出れば別に出た意味があったかなってなるけど、やっぱ、ブワーって俺普段匿名入れてないし、まあみんな言いたいこと言いたいからバーって書かれるわけ。で、俺は俺の放送じゃないから、別にいくらクソ荒れようが、まあ知ったこっちゃないんですよ。ある意味。そんなの。自分の配信じゃないから。自分の配信があれたら自分でコントロールしなきゃいけないけど、人の配信だから、別にさ、いいんだよ。いいんだけど、周りが気使うし、気まずい感じになるから、申し訳ないよねっていう話なんですよ。で、周りもそれをネタにしてくれて、わーってなってくれればいいけど、そうはいかんざきじゃないですか。もうみんなもう、いや、石川さんは今、多分、忙しいそうだからとか、石川さん今、半袖で寒そうだからちょっと難しいんじゃないとか、どういうことやねんって話だけど、もうなんか、いや、ちょっと、今あれじゃないですか、ね、みたいな感じになるから、そうそうそう、だからあんましょっちゅう行き過ぎると、他の人のゲストの意味がなくなるから、そう。だからちょっと俺もたまにがいいよなっていう話。俺はもうめちゃくちゃああいうの好きだから、みんなでわーってやるの。慣れ合いも好きだしね、俺。まあ、ちょこちょこっと顔出させていただくみたいな感じだよね。まあ、次は年末とか来年とか。そう。なしらくんはね、いつでも来てくださいって言ってね、言ってくれるんだけどね。うん。あの人はね、いつでも来てくださいとか言う割に全然自分で配信しないんですよね。白川隆保って男はね、なんかね、ニコニコしながらいろんな人集めるけどね、なんか自分も作業やってるからさ、配信ほぼ人任せだからね、もうこっちの炊き出しの方は俺たちやっとくから、あんた配信回しなさいよって話なのになんか、うん、気づけばどこに行ったかよくわからないみたいな。ね。で、大体高水がやってんだけど、いや、でも高水もメンタル強いよね。ずーっと配信回してくれてるし、ゆつおとかも頑張ってましたからね、偉いよね。人の配信の匿名でさ、みんな好き勝手書いてるところはカメラ前立つってなかなかやりたがらないわけですからね、頑張ってたよなって言って、あの辺も評価じゃないかなと思いますけどね。私はいつまでもやります、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。